皆さんこんにちは。ココトナ工作室のあっこです。このお時間はあなたの心の隣の工作室の私、あっこと部室に集まったチアリングメンバーで多様な生き方を応援していく番組です。サポートメンバーは岸あたるさんです。はい、皆さんこんにちは。民劇エンジョイクラブ岸あたるです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして久しぶりですね。つくり師のさあちゃんです。皆さんこんにちは、つくり師のさあです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして部活仲間の心のオアシス、めぐちゃんです。皆さんこんにちは、めぐちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前々回から前回も言いましたけど、違いがあるから人は魅力的というね、このあっこちゃんのよくおっしゃってることがすごく、はい、いい言葉なんですけど、まあ、今週は自閉症は病気ではなくキャラの違いだけという、ね、世界的認知を広めるために6月18日を国際デーと、はい、記念日として制定されている自閉症プライドデーだそうです。ご存じない方もいらっしゃる。僕も初めてこれ聞いたんですけどね、あ、なるほどなと思って聞きました。まあ、見た目じゃなくて苦しいことやトラブルが起きた時に、まあ、センスあるユーモアを持って切り抜けるという、ね、相手の心を思いやれる余裕のある人はかっこいいなと。だからそういう人が増えれば自閉症というのも、まあ、病気という言い方ではなくキャラの違いっていうことが、まあ、普通に行われるんじゃないかというふうに思うんですね。そうですね。はい、障害があってもなくてもやっぱりその自分にとっての劣等感とか、うんうん、コンプレックスって多分誰しもが持っていて、うんうん、私もそうでしたけど、それをこう楽しくというか、うんうん、ユーモアを持って語られることができるようになると、うんうん、人間としての魅力が増すと思うんですね。うんうんうん、やっぱりそういう経験をしている方とも触れ合ってきたし、うんうん、今までに交流があったりとかするので、うん、やっぱり自分自身がこう変わってくるので、うんうんうん、人に当たり散らさんようになったわとか、うんうんうん、困ったことが起きても人のせいにすることも減ったなって、自分がどうなんか考えるようになったわとか、うんうんまあ、基本的には自分で解決する相手への気遣いを忘れずに、やっぱりこう自分の中で自分の考えとちゃんと向き合ってみるっていうのをとりあえずやるっていうことになると優しくなるねって、うん、そやねって言った、私もそうなのでね、そういう人を見てるとやっぱり日々の中でこうね忙しかったり、それ人間ですからね、イライラすることもあるし、うん、だけどそうですね、忘れたらいかんなと思ってまた振り返ってみたりとか、ただその悪いとこばっかり探すんじゃなくて、あのぐらいの時期よりはちょっと成長できとるやんとかそうそう、ちょっと丸っこくなって私の性格も可愛くなったなとか、やっぱ褒めることも大事だろうと思って、確かにな、そうそう、だからまあなんていうのかな、短所ばっかり、まあ、大体ないけど、ええー、とこ悪いとこはみんなそれぞれあるから、うん、あるんだけど、その短所を直そうとするとほら、やっぱりどうしてもぶつかり合いになるやん。そうですよね、なんでしょうね、なんか別にこう教えられたわけじゃないけど、多分空気感なのかな、その安牌というかね、こう平均的なところを取るのがいいよみたいなところで、その足りないところを伸ばそう伸ばそうとするような風潮の中で生きたからなのか、そうしなきゃいけないって、なんか自分に課してしまっていて、でもように考えたらそこじゃなくて、自分が好きなこととか自分にとっては強みだって思えるところが一つでもあれば、それを伸ばしていけば、あ、それ助かるわ、ちょっと手伝ってよ、その力を貸してっていう人が現れてくれたら交流が生まれて、私ここ苦手なんですよねって言ったらそれを助けてくれるから、わざわざ平均に持っていかなくても大丈夫だったりするのに、なんか全部一人でこうやらなくちゃとか、
できなくちゃみたいなね、それはすごくやっぱりストレスというかしんどいし、周りは多分大変やと思うな、だと思いますね。だからそうならんようにやっぱり長所を伸ばすというな、長所を伸ばして短所を補うというか補ってもらおうという活動の方が、そうですね、いいと思うし、絶対その方がモテるよね。本当思う。でも男女でもそうやし、同性でもそうやけど、やっぱり人としての可愛らしさとか、あの親しみやすさって、なんかその違いがあるからやっぱり魅力的で、じゃあしようかなっていう、ね、感じになるなと思うし、してもらったら。キュンとすることもあるしね、最近ないけどな、どうしようかな。さやちゃんどうですか？私はもう、でもどうなんやろ、私自閉症側の人間やから、あどうなんや、世間一般がどうなんかが分からんくて、あでも、さやちゃんから見た世間一般がさやちゃんの世間一般やからいいと思う。なんか周りと同じようになろうがすごい強いのはあるなって思いました。周りの人と同じようにできないかんとか、周りの人がこれできるからじゃあ私もやらないかんとか、で逆に私は結構やりたいけど周りの人がやってないから私もやっちゃいかんなみたいなところが逆にあって、そうやから例えば発表するときに代表誰やるって言ったら本当はやりたいけど、あみんな手挙げてないし、私がここで挙げたらうわ後からうわ目立ち下がりやとかって言われるけん、じゃあ挙げんとこうかなとか、そういうのもありますね。逆もあるよね。逆もあります。そうやな、あなるほどな。なんなんやろうね、その目立ちたいだろうにっていうとしてもこう一旦引くよね、みんなこう様子を伺うというか、まあ、県民性もあるんだろうし、ね、日本のその、あの、おもんじるというところが強く効いてるのかなとも思ったりもするし、だけどおもんじることがじゃあ悪いのかってそんな悪いことではないんですけど、なんか変な方向で行くよな、確かにな、多分操縦ミスなんでしょうね、臨機応変にこう強弱つけれればもっとこう発展することだったり発明することにも活かせることだと思うけど、重んじるからこそその長けてる人のところをサポートしてあげようっていうこともできるし、悲願むこともなくみんなでチームワークがそれこそ取れてできることたくさんあると思うけど、なんかちょっとずれるとやっぱりこう足の引っ張り合いになったりとか、人を傷つけたりとかってなるのは、寂しいよね。もったいないよね、なんかそういう労力の使い方が間違ってるというか、その力の入れ方、せっかく同じ力入れるならいい方向に向き合えもん。そうですね、だいたいみんなおばあちゃんからね聞かされてきてると思うんですけどね、もったいないことしたらもったいないお化けが出るからあかんよ言うて意外に怒られてきたんですよね。だけどね、その価値にやっぱり今まで気づく余裕がみんな大人側がなかったのかなとも思うし、でもなんかこう今ね全体的に変わってきてて、気づきかけてるし、気づいてる人たちの声も広がりやすくなってるし、行動を起こしてくれてる人もたくさんいるから、なんかあったかくなっていくんじゃないかなと思いますね。確かにな、なんかそうよね、まあ俺とかはもうねある程度の年齢的なこともあって、こっから先じゃあ新しいことって、まあ、もちろんあのやりたいことが見つかれば当然やるけど、さあちゃんぐらいの年齢になると全然その何するにしても初めてのことが多かったり、はい、ね、あのやっぱり勇気がいる、いること多いですね、一歩踏み出すっていうのがねなかなか、はい、ただそれがなんか俺ら大人がもっとこうちゃんと大人としてなんて羨ましがられるような大人ならきっとあんな風になりたいとか、ああいう風になるにはどうしたらいいんだろうって考えてくれると思うけど、はい、なんかそこまで俺たちが言ってないところがあって、
その若い子たちが踏み出しにくいっていうところもあると思うし、で、あと、まあ、僕らがねもっと、余裕があれば、ああやったらいいよ、応援してやるよって言えるような大人ならいいんだけど、自分の生活が精一杯やったりとかするとどうしてもな、応援したいけど応援できないとかっていうことになってしまって、それをこう表に出しにくくて、出してしまうとかっこ悪い大人になってしまうっていうのをどっかでなんか思ってしまうと、やっぱり言えんかったりとかね、そういうのがな、ないようになるといいですね。いいよな。でもやっぱりね、や大人も大人の中で評価されますからね。あこちゃんそんなにみんな作り師のためにってやじょるけど、あなたが生活するのがピーピーになってるのはどうするのって言われて、いやーほんな助けてと思正直な話そうじゃないですか。だけどそこはないけど、ご注意だったりとか、そんなのはあの続けれるような活動じゃないしとか、あの売り上げを上げなさいとか、あの別に頼んでないしなって思うことも心配のあまりね、あの良かれで言ってくれることってあるんだけど、結局悩む材料だけをいただいたなっていう時も多くて、だから、一緒にやっぱりそこをこう話し合える人だったり、その糸口を一緒に見つけれる人っていうのがいてくれたから私も続けてこれたし、やっぱりそれを作り師たちにもつないでいきたいなと思うし、作り師たちがまたその下の世代につないでくれたら嬉しいなと思うし、だからまあ無駄にしなければ無駄はない。そこでこう自分がね、悲劇のヒロインに私がもしなっていれば多分続いていないしね。けどそれを生かしてやってる中で得る豊かさだったり価値観、その物事の価値もそうだし、自分の充足感というか、やっぱそれはやってみないと感じれるものではないし、そこにいてくれる人たちがいるから感じさせてもらえてるので、でもやっぱそれは違う人たちが周りにいてくれるから感じれることで、だからやっぱり魅力的だなと思うんですよ ね、叱ってくれる、2時間もかけて私を叱る人って何なんだ、しつこいなと思うと、それまでじゃないですか、悪人のような人だと思うんだけど、この人は2時間も私に時間を割いて一生懸命私を諭そうと思って言い続けてる人と思うと、どんだけ私は愛されてるんだと思うじゃないですか。ほなもう怒られてるけど楽しくなってきちゃって笑みがこぼれてくるんですよ。で笑みがこぼれるとまた怒られるんですけどなんかそういう境地になると、なんかやっぱりこう物事って見方捉え方でこんだけ変わるんだなと思って、シワが増えんくなった、グッてこう力がね表情筋に入るとシワがいくでしょ、もう年も年やしだけど緩んでるからずっとなんかシワが本当にいかなくなった。そうやな、まあ本当、まあまあそれこそ環境というか、人との付き合いというか、巡り合いっていうのがな、本当に大きいし、一人でできないことが複数人になってくるとできることって増えてくるし、もうまさに秘密基地なんてもうそれじゃないですか。でみんな違う強みがあって違う弱さがあって、だからなんだろうな、逆に言うとこうデコボコがちゃんとはまり合うというか、ってなると障害って何でしょうっていうところにも行くんじゃないかなと思うし、その病名というかね、それがついてるのはやっぱりそれを表示を自分につけてでもできるとこはここありますよ、だけどこういう手助けとかこういうフォローがいるので私そういう風にちゃんと出します、まあだから言えば家に表札を出すような感じぐらいに私は思ってるんだけど、だけど出さずにいる人もいるし、凸凹ってみんなあるんですよ。
困りごとになってないだけで、あの能の先生が言っていたので、はい、あのみんなでこぼこはあります。困ってないから障害にしてないだけです。パーフェクトな脳みそはどの人間も持っていません。今までもこれからもありません。ということはパーフェクトな人間はいないんです。みんな困りごとを持ちながら生きていくんですよって言われたので、うん、あ、そらそうやなと。で、あのね、あの ADHD とか多動性とか、じっとできん子はあれやって言うけど、うわ、あのテレビ見ててもね、なんかちょっと、ドタバタしてる子供を見てもね、あれは絶対 ADHD やっていう人もいるけど、そういう人に限って言いながら自分が貧乏ゆすりしてたりするの。なんか私言ったことありますよ、あなたのその貧乏ゆすりも ADHD かもしれませんって下を注意する前に見てみましょうっていう話をね。でも言われんと気がつかんし、それを指摘のように言われるとこう払いのけたくなるから、こうガッと怒ってくるけど、ちょっとこうね、お笑い要素的な話で持っていくと、そこでまた会話が広がるので、あ、そういうことなんか、でもこれがひどなったら、そらわしもこんだけで済んどるけど、この貧乏ゆすりのスピードが速なったら大腿骨が痛なるかもしれないなってくるとそうみたいなね、それはまた困るやんって話になったりするから、やっぱ知ることも大事だし、知るきっかけが何から生まれるかなっていうのもやっぱ大事なんじゃないかなって思う。でもやっぱセミナー聞きに行く人はもともとその意識がある人やから、そうじゃない人にもやっぱ広がりにくくて、で知ってる人が内容が濃くなってくると、またそこに差が生まれてくるし、温度差になるのではね、良くないから。そうですね、まあ、夫婦も一緒ね、温度差が出るとやっぱダメや、思たなくなるから気をつけてまああの、なんていうのかな、例えば病名とかも、なんやろって悩んでる時が一番辛いんやけど、そう、病名を言われてしまうと、まあまあそれはもうショックなもんあるよ、がんとかさ、なんかもう不治の病って言われてるようなもん、宣告されるとそれはもうショックやけど、ただはっきり分かるとある意味そこの区切りができるよね。まあもちろんその渦中の人はもうそれはそれどころじゃないし、精神的に参ることも多いと思うけど、でもなんかわからん、なんなんこれ、なんかわからんってずっと悩みよりは、なんか目標というか、こう目安ができるのかね。そうですね、だからそれって気持ちの整理っていうか、なんかこう持ち方が変わってくるというか、そう思います。そこすごい大事かなと思って。本当そう思う。うちの子供たちもさあちゃんと一緒で自閉枠になるんですけど、やっぱりね、分からない時はどうしたらいいんやろうって、どう考えてあげたらいいんやろうって、どういう手立てがあるんやろうっていう感じですごい悩んでたけど、病院でお母さんが思ってる通りだと思いますよこの子たちはって言われたら、あ、じゃあどうしたらいいかが分かるってものすごく嬉しくなったんですよ。だってその理解をしてあげると何を望んでるかもよくわかるし、そのできることに対しての伸ばし方だったりとか、やっぱり笑顔でね子供にはいてほしいと思うから、何をしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうっていうのがすごくわかっていけるんだなと思ったのがすごく嬉しかったですね。やっぱりもやの中にずっといさされて、いるのが一番辛いですね。私もそのうつ病がひどくなってるっていうのが分からず、軽いうつですかねとか自律神経ですかねとか言われてる時期がやっぱりしんどかったし、足とかもね、もともと生まれつき悪くて手術とかしてるけど痛みが減るわけじゃないし、何かの調子に出たりとか、まあでもね、ぼちぼちですね、していきましょうね。ぼちぼちとは
かります？ゴールが見えんもんな。めっちゃわかります、めっちゃわかります。ぼちぼちのって言われたらぼちぼち庶民やけど そこで悩みがあるから自分のペースのぼちぼちと、そのまあ病院の先生が言ってるぼちぼちと、社会が言ってるぼちぼちと違うんですよ。すり合わせをどのぼちぼちでしたらいいやろうね。もうとんちみたいになっちゃうの。でそれが一番やっぱ気持ちが疲弊して、余計にこう出れない。あれが本当に辛かった。私も同じような時期ありました。だから自分も、あ、自分も自閉症 ADHD でそれかなって思っとるけど、親からは違うとかって言われて病院に行ってなかった時に、私はそういうのを考え方の特徴とか脳の特徴やと思っとるから、え、みんなと同じ部類にはおるけどでも私だけ違うみたいな、え、一人ぼっちって思ってってなった時に、例えば診断されてしまうと、その先前の人がこういうことをしましたっていう、そういうまあ説明書みたいなものがぴったり私には合わないかもしれないけどあるわけで、って考えた時に誰もいないっていうのがすごい私は辛くて、一人はやばい、どうしようみたいなってめっちゃ病んでた時期ありますね。ああ、そうかそうかそうか。でもそのこうじゃないのっていうある程度具体的な、まあ、病名という言い方をするのか症状という言い方をするのかがあると、ちょっと違うけど似たような人がおるんやっていう、そう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 、なんか仲間おるなって、ちょっと安心感違うよね。安心しました、めっちゃ安心しました。そこすごい大事やなと思うよな。同じこと考えたところは私だけじゃないぞってすっごい安心しましたね。そこ救われるよね。めっちゃ救われます。そうかそうか、それすごい大事よな。出会うまでにやっぱりそのステップがあったり、そのステップを踏むことによいしょがいったりっていう、ね、行ったからって絶対こうすんなりとその見つかるわけでもないし、やっぱり傷つくこともあるし、それはそうじゃないよってね、これはこうだから、あなたの場合そのタイプじゃないから違いますって言われてみたりとか、そういうこともやっぱりね、ありつつも、でもやっぱり出会っていくっていうことって大事だし、自分がちょっとでもそうやって開いてるとスッと入ってきてくれる人も現れるし、そうだな、そこのだからなんて動き加減というか、ね、自分から動けたら一番それはいいんやけど、そうもいかんときにね、寄り添ってくれる人がおるだけで全然違うとか。そうなんですよね。なんか、もしですよ、貧乏でもう食べるのも困っててってね、足長おじさんみたいにすごいお金持ちのすごい裕福な人がね、与えてくれるのでもそれでもいいだろうけど、でも貧乏は貧乏なりのプライドがあるわけで生き方があるわけで、やっぱりそこは大事にし合いたいなっていうのはありますよね。一人の人間同士としてそのリスペクトしたりとか尊重尊厳守るっていうことはし合えると、もうちょっと緩やかにつながり合えて補い合えるんじゃないかなっていうふうには思いますよね。まあ、まあ、ボロは着てても心は錦っていうけどね、そう、おじいちゃんたちよく言ってた、初めて聞きました。あ、そうなんや。水前寺清子さんの歌でやったような気がするけど、やっぱりなんかこうね、戦後、戦中、戦後経験してる祖父だったので、やっぱりそれがすっごい言ってた。だからその価値観がみんなあるから立ち上がってこれたし、手伝ってこれたし、まあ、私の母からすると困ったおじいちゃんだったよって言われるんですけど、自分とこのお米がもうないんですよ。底ついて次買うのも買えないのに、ずっと3日間食べて飲んでな、困っとんやっていう人がおると、米全部あげてしまって、俺らはどうにか今立てて動かせてるから明日明後日食えんでも大丈夫やけど、あの人らは今食うて馬力が出んかったら動かんくなるからあかんって言って、じゃあ私のご飯もって母もおばあちゃんも思ったらしい。確かにそうですよ、それぞれ家中の人は。でもなんかそういうことも大事で、まあ分からんでもないけどなって、こう折れれる
間柄っていうのもやっぱ気づいていかないといけない、うんうん、何が欠けてもうまくいかない、うん、でも欠けてるもの同士だからね基本ね、うん、だからその欠けてるところをこううまく継ぎ合わせて、うん、まあ金継ぎみたいにこう綺麗になればいいわけで、ね、魅力的ですよ、うん、そうそう唯一無二ですからね、うん、あれだって、うん、そもそも落として割れたもんやからな、そう、美しくつなぎ合わせて生かしてるんですか、ね、だからそれは本当日本人らしい、うん、日本人でないと多分できんやろなっていうね、できない、うん、まあ、本当そういうことをこう考えていけばと、あの違いがあるから人は魅力的やっていう、うん、あこちゃんの言葉ってすごくこう思うし、うん、分かるしっていうのがあってね、うん、大事にしたいなと、ね、動きが遅い私だし、考え出すとうーんって考えてることに楽しみをあの覚え出してしまう私なんですけどめぐちゃんみたいに、あ、これ楽しそう、やってみようってやって、楽しいけおいでって言われたらうん、はいってやっぱり動きやすくなるそういう人もいてくれないと、ずっと二宮金次郎の像みたいなを考えてるね、なんかもう巻きもしょってみたいなねってなってる、やっぱりそういう特性というか癖がある人間もいるから、やっぱりこう軽やかに言ってくださる方が手を取って進めてくれるっていうのは、でもそれは私がめぐちゃんを信じれてるから、めぐちゃんが私にあのなんて言うんだろう、思ってくれてるからね、思ってくれてるっていうのがあるから多分合意していけるんですよ、うん、やっぱりそういうのもご縁でもあるし、つながりでもあるし、違いだからこそ生かされていくことなんだろうなと思う、ね、今日も言われました、決断の早い豊島さんって言われました本当に ね決断が早いと選択が早いよね、だから一気にやってるんですよね、だから洗濯機の全自動を超えていると分かりますもうなんか違うの、なんか分かる気がする多分最先端のその未来的な洗濯機を、うん、頭に浮かんだものがそのまま洗濯機に伝わって、今日この気分でこう洗ってほしいのねっていうのを感じ取って動くみたいなその洗濯機がめぐちゃんみたいなそう、うち全自動違うんで、全自動違うわ、縦型じゃなくって本当に全自動は全自動って言うのよね、うん、はい、多分ね、二層式じゃないから、そうね、くるくる回さんでもいいしね、で勝手に最近のコマーシャルである洗剤が入りますとかそういうのでもなくって、自分でちゃんと測って入れないかんで、そうするとね、自分で買った洗濯機なのにね、ここ、最近困るなと思うのが多々あって、柔らか仕上げの柔軟剤、はい、入れるところがね、入れにくいところで止まっとるのがあるんですよ。 あります？あります。ね、あれ買うときになんで確認せんかったん、自分で自分をバカやなと思ったとき、なんかね、はい、ありますよね、うん、はい、なぜそこ、ね、そうね、そうなんです、そうなんですよ、はい、寄せようかな、やっぱりおらへんしな、そう、なんか苦しい時があるんです、入れるのが、はい、そうなんです、はい、こう肩をクッと入れ込んでですね、そうなんです、こう伸ばしてね、何の話やみたいだけど、やっぱり実感しとる人は分かりますよね、はい、はい、リスナーの中にもいらっしゃると思いますよ、はい、そうです、うん、はい、最新式のね洗濯機はなんか先日家電 のそういう知識に強いタレントさんたちの番組みたいなのが最近ありましたよね、そういうの見てるとびっくりするような値段ですよね、これって洗濯機の値段なんてみたいなね、はい、そうなんですよ、もうめぐちゃんは自分で開発してもなんか自分で作ってそうですけどね、いやいや、そんなことないです、それなりに長く使って、で洗濯表示を割にね、若くないですから年齢がね、ちゃんと見て手洗いを惜しまずにするっていうことにしてますので、洗濯表示も昔と変わってるんですよ、はい、
はい、種類も増えましたし、あの表記も分かりやすくはなったんですけど、はい、項目が増えていて、そうなんだ、はい、面白いです、うん、何の話やろ違いは魅力やよお洗濯の話になるでもそうですよね、 その体験した人じゃないと分からない、はい、共感できない話っていうところがやっぱありますね、本当にあの柔軟剤大変ですね。そうそうそう、あの、はい、あの豪華な縦型の洗濯機が買えるお宅は何のこっちゃろうと思ってね、分かんないと思うんですけど、はい、そうやな、まあまあね、柔軟剤も本当にね、今もいろんなものが出てるし、洗剤もね、もうね、粉石鹸から液体って、ね、もう今もう、なんならもうカプセルとか言うてるやろ、もうわけわからへんの、はい、なんて、子供の時あの粉のね、洗剤しかなかったら固まってね、カロトって言われて、はいよけどカサカサしてカップいっぱいならどうしよう言うてな、ものすごく困ってた。そう、それで、お水が冷たかったら溶けげってなって、そうそう、はい、なんかポケットの横の方に固まってとかありますよね。あります、あります、はい、トリカムしたんやろかと思ってね、取り込む時に気がつくから、はい、怒られると思うけど、あ、違うかった、粉石鹸やって押すってこうね、はい、落とすんですけど、はい、白ーとかって私はここにいましたっていう後をつけていかれるのでね、本当のあるあるですよね。本当ね、まあでも本当こういうのをね、体験共有できると、はい、あの同じような悩み、同じような考え方っていうのでね、はい、まあ楽しめるから ね、はい、ね、もう失敗も楽しみになる、経験が楽しみになるっていう、はい、まあ、人生ね、はい、生きてるとね、本当にそういうふうに変換できるようになれば、いろんなことが乗り切っていけるんだよね。そうですね、明るくいきましょう、ね、経験して、それを知恵にできたら、次は生かせれるので、はい、大事なことだと思います、めぐちゃん、いかがでしたか。ね、どこへ話が行くか分かりません。本当にその通りですよね。そうです、はい、最後ね、洗剤が固まってっていうところで終わりましたので、今日も楽しいお話でしたね。よかったね、はい、私も楽しいお共有できてよかったです、はいはい、ありがとうございました、はい、さやちゃん、いかがでしたか。はい、なんか私は結構昔、あ、この時こう思いよったなっていうのを思い出したのと、保育園の時お風呂場で粉石鹸のスプーンで遊びよったなっていうのを思い出しました。結構おもちゃになるよね、あれ。あれを何個も何個もこう並べて、水入れて並べてもずっと繰り返しました。保育園とかね、幼稚園でもね、あれでおもちゃ作ったりね。あ、そうなんや、結構ね、馴染みがあるんですよ、皆さんね、思い出しました。よかったです、ありがとうございました。リスナーの皆さんもお聞きくださってありがとうございました。番組パーソナリティはアッコがお送りしました。ではまた次回のココとナチュラリングパーティーでお会いしましょう。